さんこんにちは、式の松本博康です。早速ですが、僕の10年宣言を発表させていただきます。僕の10年宣言はこちらです。じゃーん。指揮者として様々なものをつなぐ役割を極めるということです。もう少し詳しくお話をするとこういうことです。お客様とステージをつなぐ、いろいろなジャンルをつなぐ、世代をつなぐ、笑いと音楽をつなぐということです。僕はこれからの10年で40代から50代を過ごすことになるんですが、指揮者として一番大事と言われるこの時期にこそ、このつなぐという役割を極めたいと思っています。特に赤ちゃんからお年寄りまでの広い世代に向けて、音楽の楽しさや素晴らしさを分かりやすく伝える仕事に力を入れていきたいですし、昨年始めた漫才では初挑戦となる M1 グランプリ2019で3回戦まで出場することができましたので、トークスキルをさらに磨いて、指揮者と芸人の役割を両立しながら、多くの方にオーケストラ音楽の素晴らしさを分かりやすく伝える第一人者を目指したいと思っています。ということで、指揮者と様々なものをつなぐ役割を極めるというのが僕の10年宣言でした。僕はできるだけ多くの方と交流したいと思っていますので、ぜひ皆さん僕のツイッターやホームページにも遊びに来てください。それでは皆さん、またお会いしましょう。式の松本博康でした。ありがとうございました。